皆さん、こんにちは。こんにちは。サンクスプロジェクト、おくんと、えひです。はい。決まったね。決まったね。今日、なんかえひからやりたいことがあるって言われて、そう。来たんだけど。そうなんだよ。実は、最近全然試合に勝てなくて、ほう。で、オープン大会という街の大会に結構、ちょくちょく出てるんだけど、1回戦とか2回戦で、吹っ飛ばされる。で、試合に勝ちたいと。その時に、ここに師匠が急に師匠とか言われてるいるからちょっと卓球を指導してもらおうと思って。え、嫌だ。え、断られた。はい、企画終了しましたということで、まあまあそうだね、僕も今コーチ業やってるんで、うん、まあ僕のできる限り教えていこうかなと思います。これが目指すは、まずはまずはか。まずは段階踏む感じ。段階踏んで、まずは優勝どっかでした。どこだよ。町の大会で優勝を取る。ここで優勝って言っても優勝だから。優勝。そうだね。で、まず大会に出て優勝。はい、大会に出て優勝する。うん。一番。2位じゃダメなんです。目標立てようぜ。1年後?1年後。全国大会。全国大会。出る。できる。頑張るぞ。じゃあこれ、まあ1年間シリーズっていうことで、これからやっていこうと思います。頑張るぞ頑張るぞ。じゃあやっていくんですけど、はい、この前の見てきた動画上げたやつ、いや、え、見てないの。いやいや、あ、じゃあまずポイント、まずポイント、ポイント3つあったよね、確か。それ言っとこうか。ちょっと3つあったかな。3つあったかな。3つあったかな。まず一つ目は、うん、一つ目、一つ目すいません。一からやりましょう。いやいや、頼み方おかしいでしょ。すいません。教えてください。何を。ポイントを。何のポイントだよ。何のポイントだよ。マードをやっていくぞ。おーし。ポイント1、はい、右から左に体重移動、はい、右から左に体重移動、うんうんうん、で、2ポイント目、はい、ムチのように打つ。ラケットはこう先に行くよ、あ、ラケットが先じゃない、先行かないよ、うん、行かないです。で、3ポイント目、3ポイント目は、うん、打点の速いところで打つ。で、ボールがここに来るんだけど、ボールが、うん、ボールが来たんだ、来た時、上がった時にもう打っちゃう。おー、これが3つのポイント。はい。わかった、分かった。まず、ポイント1と2だけでやってみようか。はい。うわー、それ。お、いいね。お。じゃあ、まず、えひ。はい。全然ダメ。俺の理想としてるものじゃない。はいはいはい。なので、まず、うん、まず1ポイント、体が、こっち開いちゃう。開いて。うん、もっと、前に、前に、ここ前に。足を、こっち側に開くんじゃなくて、うん、こっちに、ここを。まあ、それを、で、あと体を下げる、下げる、体を下げて、うん、こうなら、のけぞらないように。やっていくぜ。いくぜ。おい、全然入ってないけど。3ポイント目入れてやっていこうか、はい、打点は基本的に、打点はここ基本的にもう打つ瞬間、こうで、上がった瞬間、もう、ああ、髪が入る、上がった瞬間ね、上がった瞬間を打つとより速いボール、相手にこう速く見えちゃうっていうボール言ったら、で、時空間取れちゃう。
時空間取れちゃう。タイミングを早く。タイミング早く。行くで。おお。お。いいんじゃない？だいぶ。だいぶ。だいぶ。はい、今の感じいいね、うん、すごくいいね。じゃあ今から僕がこう返してそれを打ってもらいます、うん、サーブ出してから、うんうん、まあ、3球目だよ。より実践的に、そうそうそう、やるようにやっていきましょう。はい、じゃあ僕が教えたマラドンやっていきます。よし、いくぜ。はい、どうぞ。おお、いいね。まだちょっと開いてるよね。まだこっち側に開いてる、うん、もっと前、前、そう。ほほほ、いいね、もう一回。もう一回。ほほ、これちなみに今動画ちょっと止めてたんですけど、まあものの10分ぐらいで、そうですね、10分ぐらいで終わらせたんですけど、ちょっと体力ないんで。だいぶ前半すごいすごいぜーぜー。はい、ということで終わったんですけど、うん、ぜひどうでした？いや、すごかった。自分で動画を見直して球の速さがもう全然違う。ね、違ったよね。最初より全然違う。2倍ぐらい速くなってたよね、体の使い方と、うん、ね、やり方を覚えれば、うん、こんぐらい速くなるっていうことを、まあ、証明できたかなと思うんで、うん、まあ、ぜひマラドンみんなにも、マラドン、いや、親によく噛むって言われてるんで。そういう、ね、ないから、教育は。あ、ないか。マラドン、マラドン、はい、ということで、まあ、この動画ね、うん、結構シリーズ化していこうと考えてるんで、うん、まあ、長い目で見てくれればいいかなと思います。お願いします。お礼ぐらい。あ、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。オッケーオッケー。はい、皆さんしっかり教えてもらった後はお礼を言えるようになるといいですね。と、うん、いうことで、皆さんこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。お願いします。 Twitter、Instagram もやってるんで、まあ、そちらの方も見ていただければいいかなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。サンクス。サンクス。